はい。それでは、高校生向け外交官ガイダンスを始めたいと思います。ええー、タクワスダズミナー講師の伊能と申します。よろしくお願いします。ええー、今日の内容は、えー、外交官の仕事、試験内容ってどんなもんなんだろう。また、合格者はどんな学歴で、どんな学部でどんな専攻をされてきたか。ええー、また、高校生のうちからできる外務省専門職対策にはどんなことがあるか。 最後に、えー、合格者インタビューと Q&A コーナーとしていきたいと思います。えー、Q&A は、えー、送信前に匿名、えー、で、えー、送信にチェックを入れてください。はい。えー、まず、えー、外交官というもののなり方ですね、えー。日本代表して外国で公務に当たる人のことを外交官と言います。えー、主ななり方として、 国家総合職試験に受かって外務省に採用されるというパターンと外務省専門職試験に合格して採用されるというパターン、二パターンがあります、えー。国家総合職試験は人事院が実施している全省庁共通の統一試験です。えー、この試験に最終合格をすると官庁訪問といって自分が行きたい官庁に面接に行く権利が与えられます。外務省の場合、えー、5回この面接にパスして やっと内定といます。総合職で採用されますと、えー、先進国を中心に、2、えー、つの国に駐在するゼネラリストとあります。えー、本省勤務の割合が高く、政策決定にダイレクトに携わる場合にあります、えー。これで採用されている人は昨年40人でした、えー。一方、外務省専門職試験は、外務省が 独自に実施している試験ですですので、この試験に最終合格すれば、確実に外交官になれます、えー。その名前の通り、高度な専門性を駆使するスペシャリストと、えー、担,当なげ担当の言語を母国語とする特定の国、地域に駐在し、在外交官の割合が高く、えー、担当地域の情報収集・分析し、政策立案を支える側に回ります。えー、この試験で、えー、昨年採用されたのは60人。 でしたえー、この高度な専門性、えー、というのを養うために、充実した研修制度が外務省には用意されています。えー、外務省に入省しますと、えー、まず4月から神奈川県相模大野にある外務省研修所で1か月間の集中的なトレーニングを講義ます。 その後5月から本省勤務となります。この本省勤務期間中はなかなか大変なお仕事で、例えば自分が国際会議を主催する部署になった G20 とか G7 とか日本で国際会議を主催するホスト国になるということは結構あります。そうするとその準備のために1年間オーラワダ またあ、自分が担当する部署が国際紛争に巻き込まれていると。今だったら、イスラエル対ハマスの紛争部、イスラエルとかパレスチナとか担当だとか、あるいは、まあ、ウクライナとロシアの戦争で、ウクライナやロシアの担当だとか、こうなると、時差の関係もあって、新しい情報が刻々と入ってきますので、なかなか夜も帰れないなんていうこともあるそうです。 1>, えーまあ、1年生ながら、まあ、大変な、えー、責任の重みということも感じながら、えー、一方でやりがいというのも感じつつ、11ヶ月間が過ぎます。えー、翌年4月になると、パッと解放されたと喜ぶんですね、えー。人間的な生活に戻れます。夕方、まあ、普通に帰れます。これは、えー、相模大野の研修場に再び戻されるからです。えー、これは留学前の最後の2.5ヶ月間。 語、えー、学と外務講義の研修を受けるというんです。この間に、えー、日本国内で会える人にことごとく会っていくといいます。というのも、このあと、在外研修で2、3年、在外交換で5、6年の勤務、長いと8年、日本に帰ってこれなくなるという期間になるからです。そして、いよいよ6月、7月になると、えー、在外研修、留学の旅に出ます、えー。この留学は2、3年。 国費留学です、えー。学費を国が持ってくれます。また、まあ、公務員として留学しますので、えー、毎月お給料をもらいます。さらに、在外研修院手当と言って、給料の他に、えー、14万4千円、えー、結構な額の手当が、えー、別個ついてきます、えー。結婚していくと配偶者手当もあります、えー。まさに誰につくすりの環境で学んでこれるというのが、 交換留学の大きな威力ですその最終目標は、自分の語学で通訳ができるレベルになるということです。通訳といっても一流です。大統領通訳とか、総理大臣通訳とか、天皇通訳、こういったレベルまで求められるということです。この在外研修が終わりますと。 自分が担当した言語の在外交換、大使館、総領事館というところに勤務になります。例えば、スペインでスペイン語を学んだと言えば、通常は中南米のいずれかの国の大使館、総領事館で勤めるということになります。また、フランスでフランス語をマスターしたら、アフリカのフランス語圏諸国で勤務することに この在外交換勤務の内容です。えー、在外交換は世界200か所以上に置かれた大使館、総領事館、政府代表部という日本政府の出先出張所になります。えー、ここで、えー、行う任務は大きく分けて4つ、えー。交渉と情報分析、法人保護活動、ODA、政府開発援助、 広報文化交流活活動動といった外交交です交渉は、日本政府を代表して、相手国要人と話し合うという権限があるということです。この交渉、高度な交渉については、在外交官庁である大使とか、講使といった人が担っていきます。それに至るまでは、長い地道な下積みがあります。 えー、通訳や翻訳です、えー。通訳は、さっき言ったとおり、えー、大統領通訳とか、まあ、総理通訳という機会もあります。これはマスコミにも出る花形の機会になります、えー。一方、毎日の仕事として、外交文書の翻訳や情報分析ということがあります。えー、毎日、えー、そのお不認知の新聞、えー、テレビ、 インターネット上のニュースと、ことごとくニュースには目を通します。その中で、これは重要だという情報を、主捨選択して、翻訳して日本に送るということをやっています。この、これは重要だと分かるという点が大事なポイントで、えー、それは言語ができるというだけではなくて、えー、現地の政治経済、文化、歴史、法律、こういったものに明るくて、えー、やっぱり重要だ。 ということとを抽出すするという能力ですこれをインテリジェンスといいます。この情報というものは、メディアからもたらされる情報だけでは足りません。メディアに出る情報は、政府も統制していることが多いですので、そういうところに載ってこない情報、これはメディアには載らないけれども、とても重要な情報だから、あなたには教えておくよと。 教えてくれる人というのが一番大事になります、えー。人的情報資源と、ヒューミントと呼ばれるもので、えー、これは人脈を,を作るしかないということです。えー、ですので、相手国の政府関係者、学識経験者、えー、記者、えー、専門家、えー、いろんなところに、えー、自分のパイプ、えー、ネットワークというものを作っていく必要があります。 これが本当の意味での外交活動と呼ばれるものです。ですので、人付き合いをよくして、ランチとかディナーとかパーティーとか、まあ、いろんなところにアンテナを張り巡らし自分のところに必要な情報が入ってくるようにするというのが大事な活動になります。この外交活動というものを半日ぐらいになってくるやっていると。実は、このネットワークづくり、 えー、人脈作りというのは、先ほどの留学期間中から始まっています。えー、至り尽くせりの環境で留学ができるというのは、単に勉強してくるというだけではなくて、たくさんの人脈を作ってこいという意味です。次に、法人保護活動です、えー。海外に渡航する日本人が、えー、年間2000万人、えー、コロナ前でいました。今、だんだん復活してきています。また長期で 海外に在住する人が150万人います。これだけ多くの日本人が在外にいれば、さまざまな避難に遭遇します。えー、事故とか、急病といった個人的なあ状況だけではなくて、えー、テロとか、自然災害、内戦、戦争、こういった大規模な緊急事態にも巻き込まれます。えー、そういったときに、日本人に寄り添い、えー、日本人の利益、生命を守ると。 というのも大事な外交活動になります。えー、例えば、ニュージーランドで大地震が起きて、英会学校が倒壊した、日本人が下敷きになっている。こんなニュースが流れたら、現地の日本外交官が安否確認でている。また、シンジアでテロ事件が日本人が撃たれた、刺されたとか。えー、ニュースになっていたら、病院に急行して、日本人と一卒を取っていると、えー。そして、えー、日本の本省に連絡して、 家族に来てもらうとか、えー、亡くなってしまったら、あ現地で旅グするのか、えー、ご遺体そのまま日本に搬送するのかとか、えー、こういうことも家族と連絡を取り合って調整します。えー、海外にいて一番心細い思いをしている日本人に寄り添い、日本人の利益、生命を守るというのも大事な外交官の活動になります。うん、これを法人保護活動と言います。第3に ODA。 政府開発援助です。学校、病院、道路、水道などのインフラ整備を図るとか、病気の予防対策をするといった途上国支援活動です。この途上国支援活動は、大事な日本の外交のカードになっています。この予算はもちろん日本国の税金から賄われています。ですので、国内からは ODA に予算を割くべきじゃないんじゃないか。 日本国内に予算を割いて、日本の福祉とか教育にお金をかけるべきじゃないか。こういう反論も当然批判として出てきます。で、それに対して外務省というところは、いや、これは海外の支援というのは必要なんだと。国際社会の中で日本が生き残っていくためにはどうしても必要な予算なんだということを国民に向けて説得し、論証していくということが必要な。 活動です、えー、日本は、えー、小さな島国で資源が乏しい、えー、そういう状況で、えー、原材料を国際社会、海外から輸入して、えー、それを加工して、えー、ものを作って、貿易して、えー、経済的な繁栄を築いてきた国です、えー。ですので、国際社会とのやり取りと、 えー、国際社会の中での信頼というものがなければ、日本一国で、えー、存立できる国ではないということ。えー、その意味で、えー、途上国からの支援、すみません途上国からの信頼、えー、途上国への支援というのは絶対必要な要素だということです。えー、例えば、国連総会というところで選挙があります。えー、国際原子力機関事務局長に、えー、日本人が、 特等選した。国際司法裁判所の裁判官選挙に日本人が当選した。えー、こういう時は、えー、国連総会で一国一票で、えー、選挙になります。そして、世界の大多数の国は途上国です、えー。3分の2ぐらいの国が途上国票ということになります。えー、そうした国々からの信頼というのが得られなければ、 まあ日本というのがあ当選するということはあり得ないということなんですね。えー、ですので、えー、再社会との信頼、えー。これはあ日本が存立していくためには不可欠な要素だということです。えー、第4に、えー、広報文化外交という要素です、えー。日本の姿勢を正しく理解してもらうため、現地の報道機関に情報提供する。とか えー、誤解に基づく報道に対しては反論していく。また、あ日本の文化を、えー、直接伝える事業というのも、お在外交換があ基地になってやっていきます。えー、例えば、ジャパンエキスポえとか、えー、クールジャパンとか、えー、日本フェスティバル、えー、日本祭りといったものを、えー、海外で積極的にやっています。えー、そこでは、あアニメ、えー、漫画をはじめとした ポップカルチャー、えー、また、えー、日本の伝統文化、和食とか酒とか、えー、柔道とか書道とかです、まあ、いろんなあ文化を伝えていくという授業も積極的にやっています。えー、それを通して、えー、日本ファンとか、あー地日派、親日派といった人々を幅広く形成していくことができます。これも立派な外交活動です。 えこうした外交活動を、在外で5、6年とやって、また日本に戻っていきます。左、え、側、ー、の外務省本省というところですね。えー、在外交官と緊密な連携を取りながら、外交政策の企画立案を行っています。えー、戻ってきたときに、例えば中南米にいたから、中南米局、ね。えー、アフリカにいたので、中東アフリカ局。 地域別の局に戻るということがあります。これは一つ。で、もう一つは、えー、機能別の局ですね。例えば、あ経済局とおりまして、えー、全世界で経済外交をやっているという部署があります。えー、WTO、世界貿易機関であるとか、OECD、えー、こういったあ国際機関と経済について。 日本政府を代表して接衝していくという仕事もあります。あるいは FTA、EPA といった2国間の経済協定を各国別に結んでいく。それを作る。えー、条約交渉をすると、えー。そういうこともやります。えー、こういう全世界相手に経済について外交していく経済局と思います。あるいは 日本が結ぶ条約の解釈適用であると。えー、条約の内容を全部審査する。えー、日本が国際裁判に訴えられたらどう防御するかと。えー、逆にこっちから国際裁判に訴えていく場合、どう主張を練るか。とういうことを考えているのが国際法局というところです。えー、これは機能別にえ外交をやっていくということで、機能局と言われます。えー、こういうところに配属になるかもしれません。 ええー、まあ、人事がいろんなことを考えながら、2つつむつといろんな経験を重ねていってもらって、えー、その中で、えー、一番自分に向いている部署というのを考えています、えー。これはあ、条約専門家になるとかですね、えー、鉱物資源の専門家になるとか、あるいは、えー、特定の地域の専門家になる、えー、通訳家になるとか、何、えー、から専門家になっていくというのが、 外務所専門職員のキャリアデザイン、イメージになります。えー、今、あの専門職についてお話ししました。えーでえー、総合職だと、まあ、最終的に大使、えー、とか局長とかになっていくというのを目指します。えー、専門職は、まあ、専門家になるという意味ですと、小国であれば大使、まあ、にももちろんなります。 えーまあえー、大体、えー、そうですね、3分の1ぐらいの人が、えー、対象になっていくというような感じになっています。えー、これが、えー、外交官、キャリアデザインというイメージです、えー。受験資格は、じゃあ、年齢に関してはいつから受けられるか、21歳以上で30歳未満とされます、えー。9回受けることができる試験です。 で、一課、えー、学力の目安というのが、まあ、大卒程度とか、えー、短大高卒程度とこういうことが書いてあるんですが、えー、この学力に関しては、まあ、基本、外務省が一次試験で判定しますので、えー、どこどこ大学出なきゃいけないとか、えー、どこどこ学部を出ないといけないとか、そういうことは一切関係ありません、えー。また、注釈のところにあるとおり、えー、日本国籍、 を有しないもの。あるいは外国の国籍を有するは受けることができませんとあります。これは主に、ね、重国籍の方ですね、えー。他の国の国籍持ってるという方は外国籍を外してくださいという意味です。日本国籍だけに絞って受けてくださいということになります。はい。えー、次にどんな試験を受けるのということです。えー、試験内容として 知事試験に1日目、2日目の科目がありました。1日目の科目が国際法、憲法または経済学、時事論文と三3科目の論文試験になります。国際法2時間で3問中にも選択し、それぞれ論文を書いて提出します。午後 憲法または経済学という科目について、三、えー、3問中にも選択して、えー、提出します。えー、時事論文、三3時半から5時まで1時間半行われています、えー。この時事論文試験も、だいたい千五1500ぐらいの論文を書いて、1台提出します、えー。ここまでが1日目の論文試験です。 次に2日目、多義選択式の基礎能力試験というのがあります。基礎能力試験は知能分野、知識分野に分かれていて、その内容は国家一般職試験と同じものになります。問題数は今年から30代に変更になります。時間は1時間50分になります。内容としては、 えー、知能分野として、文章理解という、えー、現代国語と英語の読解問題です。えー、大学入試センター試験、えー、共通テストみたいな内容だと思ってください。えー、数的処理14題です。えー、これは、えー、中学受験の算数によく似てまして、えー、速さの計算とか、割合の計算とか、えー、確率の計算とかです。 多面体スパッときて何かけやってるかと、えー。こういう問題が14台あります。えー、知識分野、えー、これは、えー、自然、人文、社会に関する事実、情報からなって6台です。えー、大部分が、えー、知能で、えー、そのうち一番内訳、えー、比率が高いのが数的処理ですので、えー、算数の問題ですね。うん これはしっかり練習していく必要があるというのが一番重要なポイントになります。で、最後に外国語試験があります。2日目の午後は外国語の翻訳試験になります。英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、アラビア語、プレシア語、ミャンマー語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、朝鮮語のうちから1か国語を選択します。 で、それを和文から外国語に訳する。外国語から和文に訳すると。こういう試験です。例えば英語を例にしますと、Foreign Affairs と外交雑誌の一部15行抜粋とかですね。あるいは、ニューヨーク・タイムズの一部15行抜粋とか、合わせて30行ぐらいの英語の文章を えー、日本語に訳せる。全文訳せる。また、まあ、日本語の文章として、えー、田中仁志、外交の力といった外交官のエッセイ、えー、日経新聞社説15秒、えー、合わせて30秒ぐらいの文章を全、えー、文英訳せよ合わせて2時間です、えー。こんなタイプの問題が、えー、翻訳試験としてされます。えー、これは外国で え普段やっている翻訳業務ですね。これが実践的に即戦力として使えるかということを試しています。えー、他の言語で受けた場合、えー、まあフランス語だったらルモンドとかです、ね、えー、ドイツ語だったらえシピーゲルと。えー、まあそれぞれの国の代表的な、まあ、新聞、えー、その記事が題材になるということが多いです。えー 日本語の記事に関しては全言語に共通になります。ですので、先ほど言った外交官のエッセイとか日経社説とかをフランス語に訳しなさい、ドイツ語に訳しなさい、中国語に訳しなさい、朝鮮語に訳しなさいということになります。これが外国語翻訳試験です。でここまでの配点比率が国際法100点。 憲法または経済学が100点、時事論文100点で、基礎能力の30代が100点に換算されます。外国語試験、これが100点です。合計で500点になります。500点満点で上位者が約100人、1次合格者となります。知次合格者には二次試験の 日程表、面接カード等が送られてきます。で、その面接カードを事前提出で、しっかり練って書いて送っていきます。で、この面接で行われるのが、人物試験の個別面接1回目、4対1の4人が外務省の面接官、人事課の職員です。1が受験生。 大体1人20分程度ですね、えー。そこで聞かれるのは受験動機を話してください、えー。第一志望から第五志望までの言語、どういう理由で選んだんですかとか、得、えー、意とする分野、選、え、考、ー、大学で何を選考しているか、えー。また、まあ、部活サークル、えー、との。 中でどういう役割を果たしたか。役職は何だったか。えー、さらに、えー、職歴、バイト歴、海外渡航経験、趣味、特技、えー。こういった内容からなります。えー、ここで、まあ、20分使って、えー、自分を PR するということです。えー、グループ討議というのがあります。えー、これは100人のお合格者が 力から10人のグループに分けられますので、まあ、10グループぐらいできるんですね。で、えー、そのグループの中で、えー、例えば、まあ、安保理改革の是非とか、ねえー、特定の在外交換に赴任してて、えー、人数が限られていて、えー、その中で、この地域に、えー、この人を派遣する必要があるか、とかいった想定、えー、シミュレーションですね。えー、実務のシミュレーション問題。 こういったもので賛成か反対かと分けられて、で、自分の立場で論じていく。これがグループ討議というものです。これは集団面接です。まあ、論破するとか、勝ち負けを決めるとか、まあ、そういう討議ではないという感じですね。周りの人とコミュニケーションを図れるか、しっかり人の意見を踏まえた上で、自分の意見を礼儀正しく言っていけるか、こういうことを見られているい試験です。 外国語面接があります。えー、これは一次試験で選択した言語で行われます。えー、英検の二次試験によく似てまして、えー、スクリプトを渡されます。150ワードぐらい,いのニュース記事です。でそれを黙読してください。音読してくださいと言われまして、それに対して回答していくと。えー、スピーキングで回答していくというものです。えー、2対1の2は外務省に、ね。 で、まあ、15分程度のやり取りの中で、外国語会話能力があるか、と同時にこれ、面接ですので、しっかりコミュニケーションを図れる能力があるのかということを見られています。身体検査は一般的な健康診断で、これは点数になっていません。最後に個別面接2回目がありまして、人事課長を中心に1人5分ですね。 えー、まあ、ネガティブチェックという感じで、簡単な質問をしていくということです、えー。この人物試験全体で500点、えー、外国語面接に100点です。合わせて600点ということで、えー、一次試験より大きな配点が二次試験には与えられています。この一次試験の500点と二次試験の600点を合わせて1100点満点で判定されます。 1100点満点で、えー、昨年は上から60人までが合格ということで、うん、最終合格として、を通知されました。うん、この最終合格通知というのは、まあ、実際にはあ電話であの事前に、江上省から電話が来ました。来る意思ありますかと言います、ね、来ますと言えば、その時点でないで、いと。あとで,後で、えー、この日に来てくださいと。 こういう日に行きます。あなた何語になりましたいいですかと聞かれます。いいです。と言えば、まあ、正式に内定となるということです、えー。これが試験の全体の内容になります。はい。えー、次に、毎年どれくらいの人数が合格するのということです。えー、2023年は、 採用予定者数が50人でした。で、申し込み者は273と、ずっと減ってきてますね。受験者数、これは実際に最後まで一次試験の最後の科目まで座ってた人の数です。195と、えー、一番、まあ、少ない。で、一次合格者は105と変わらず、最終合格者は60と、例年より増えています。えー、これは、 倍率が一番低くなるということになります。3.3倍で、市場最低の倍率になります。つまり、最も外交官になりやすい時代だということになります。これは、受験生自体がどんどん減っているということもあります。で一方で、外務省としては8000人計画というのを打ち出していまして、10年後までに外務省の8000人にして、 イギリススやフランス並みにしたい外務省の今の人数6500人なんですが、えー、これはイギリスやフランスの半分ぐらいしか実はありません。えー、そこでまあ大幅に増やして、まあ、なんとか外交官一人頭が抱える国民の数というのを普通の先進国並みにしたいというところがあって、えー、今、 どんどん増員しているという最中です。ですので、えー、倍率はまあ下がっていく一方ですので、えー、外交官になるのには、本当にチャンスという時代が到来しているといいます、えー。合格者の学歴や受験言語はどんな感じなのかと。えー、大学在学中に、えー、学部在学中に受かるという人が、えー、昨年だと6割強いました。えー、で 基礎と社会人でのの受験いいうのも結構います。大学院、在学中も合わせて、残り4割弱の人が大学、学部卒業以降に向かっているということです。合格者の受験言語は、英語が8割以上ですねで。中国語、朝鮮語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ロシア語といった気言語で受験している人。これも 1> 1名、2名ぐらいいずつ合格しています、えー、次に、えー、どのような大学の人が合格しているんだろうというよくある質問です、えー。23年の合格者出身大学ですが、えー、東京外大、やっぱり強いですね、えーまあ、2年連続で1位になっています。 で早稲田が23年は2位で、まあ、同率ですね。21位,位ですね。一応同じはずだと。で、22年だと、上智大学。23年も上智大学3位,3位ですね。で、大阪大学。これは、大体上の方に出ます。これは外国語学部があるという大きな点です。 創価大、それから神戸市外国語大学、東京大学、一橋大学、慶応大学、明治大学。22年は中央大学、法政大学、立命館大学、京都大学、津田塾大学。ここまでが複数名出身がいる大学です。一方で、その下に各1名となる大学があります。 えー、北海道、千葉大、金沢、国際教諭、高崎経済、横浜市立、青山学院、関西外国語、えー、関西学院、潮大学、津田塾大学、天理大学、同志社大学、日大委員など、えー、22年でも、えー、東京海洋、えー、神戸、明治、つくば、埼玉、福井、広島、関西、慶応、学習院、えー、ICU、西南学院、 卓職、東海、同志社、早稲田などとなっています、えー。ここに書いてない大学も実は結構あります。また、海外の大学からあの受かられたという方も出ております、えー。台湾の大学だったり、アメリカの大学だったり、イギリスの大学だったり、イタリアの大学だったり、まあ、結構多彩という感じです。えー、ですので、まあ、大学に関しては、 えーまあ、本当にいろいろだなという感じだと思います。えーまあ、外国語ができると強いのかなという印象は、まあ、全体としてあると思います。えー、一方で、えーまあ、この大学じゃなきゃだめだ、この大学しか受からないといったものは、まあ、この統計からはあ見受けられないと言えます、えー。合格者は何歳で 22歳というのが一番多いですね。これは大学4年生の時に受けるという人が一番多いためです。で、その後の23歳から29歳までも均等に受かっている。これは1つ社会人の方も結構受けて、受かっているということを意味します。年齢にはかなり寛容な試験だなと言えます。 じゃあ、合格者いつ頃から外交官を意識し始めたのかという質問。えー、そのアンケートですが、えー、実は高校生以前という方が一番多いです。えー、やっぱりまあ3年分のデータなんですが、えー、その次に多いのが大学2年生、えー、大学3年生という答えでした。えー、今度大学1年生とか4年生。 大学院卒業後とこういった人たちもいます。えー、次に、えー、合格者の出身学部はあどこが多いんだろうと、えー、どんな勉強をしていたんだろうと、えー、まあ高校生から一番多い質問で、えー、どういう学部を目指したらいいんですか、また、どういう勉強をしていけばいいんですかという質問です。えー、2023年の 合格学者の出身学部で、一番多かったのは外国語学部でした。ここでは英語から主要言語のほか、朝鮮語とかヒンディ語、スワヒリ語といったマイナー言語まで、実にたくさんの言語があります。また、次に多かったのは国際教養学部です。 国際、えー、教育学部は結構いろんな大学にありますが、その特徴として英語ですべて授業をやるということが多い。えー、これはまあ普段からあの英語力を鍛えるには絶好の環境だと言えるからです。えー、次が政治経済学部と,と、えー、国際学部、あるいは国際社会学部と呼ばれる学部です。えー、これも独立ですね。えーまあ、国際政治、 国際関係を学ぶといいう人が多いです、えー、次に同率で、また経済学部と法学部です。えー、試験内容が、えー、まあ法学の科目、国際法とか憲法、あるいはあ経済学部ということから、えー、じゃあ、法学や経済を大学で学んでないとだめなんですかという質問がよくあるんですけど、まあ、そんなことはないというのが、この学部構成からは分かると思います。 えー、もちろん、工学部や経済学部出身の方は、そこは自分が学んだ点を有利に生かしてほしいということです。えー、文学部、えー、人間社会学部、えー、小学部といった人々もいます。えーまあ、これだけあの学部に関しては、多様なところから受かっているというのが現実です。えー、さらに、専攻ですね。えー、何をお勉強したのか。 外、えー、国語、これはやっぱ圧倒的に多いですね。なんか先行言語があったという人が、えー、24.5%、4分の1近くいます。次に多いのが地域研究です。えー、特定の地域を研究してました。例えばアフリカ研究とか、えー、ロシア研究、中アジアやってました。中国を研究してました。ラテンアメリカを研究してました。 え、欧州を研究してました。いろんな地域が、これもあります。え、その地域について、え、やっていきたいという場合に、非常にこれ説得力がある、う、先行ということになります。で、次が、国際政治、国際関係を学んでいましたということです。え、これも、まあ、外交という上では、やっぱり話しやすいテーマだということですね。え、国同士の関係、特に、 えー、こういう問題を国際関係の中で扱ってました。えー、具体的に言えれば、まあ、これはやっぱ強いですね、えー。次に言語学です。外国語の中でも、まあ、特定の言語の音韻構造であるとか、例えばあるいは学び方、第二言語としての学び方であるとか、では開発言語学とかですね。えーまあ いろんなあのタイプの言語学があって、まあ、そういう派生したものもここに入っています、えー。開発経済学、えー、5.2%で、国際法と同率ですね。えー、特に ODA を分析するのに、えー、開発経済学の知識があると、まあ、確かに説得力があるなと言えます、えー地。途上国の経済発展と援助の関係というのを経済学のスタンスから迫れるからです。 国際法、えー、これは試験科目にありますので、やっぱ国際法できると、まあ、それはあ勉強しやすいというのはあります。ただ意外なのは、あ非常に重要な、あ先えー、これは専攻科目であるにもかかわらず、まあ、選んでいる人が5.2%しかいないということです、えー。なので、国際法、大学でやってなくても、もう全然受かるというのがこの試験だということですね。 で、安全保障、えー、人類学と続きます。安全保障は、やっぱり、まあ、日本の安全保障というのはどう確保していくのか、まあ、非常に重要な外交をまたなってますので、えー、これをまあ専門的研究していたらやっぱり強い、えー。人類学というのは、特に途上国ですよね、えー。どういうふうに人間の文化というのが各民族、各部族、それぞれ成立してきたのか。 これも、まあ、途上国体制という意味でも、非常に重要な学問になっています。えー、他に、英米法、哲学、SDGs、歴史学、平和構築、えー、貿易論、えー、軽量政治学、経済史、日米安全保障とあります。えーまあ、実にさまざまな分野を大学で皆さん選考されていたという多様性をやっぱり意味しています。 えーまあ、この1.8%ぐらいの部分に関しては、その年その年によってあのいろんなあの選考が現れるという感じです。ですので、えーまあ、何を選考してもいいというような感じはあります。えー、一方で、まあ、大きな数星としては、まあ、国際法ぐらいまでの上から、ね、外国語、地域研究、国際政治。 開発、経済、国際法ぐらいまでの部分に関しては、毎年現れる、結構な数で現れてくる選考だということです。この辺を念頭に、大学の学部選びであるとか、選考選びということの参考にしていただければと思います。はいえー、さらに、えー、高校生のうちからできる科目ってないのか。 こういう質問があります、えー。特に高校生の科目でいきますと、英語ですね。えー、で英語は、えーまあ、何語に自分がなるとしても、あるいは何語で受験するにしても、あの絶対英語力っていうのが引かれる部分です、えーで。特に一次試験で一番重要になるのが翻訳です。で翻訳力を 一次試験で試されて、それがそのまま100点という形で換算されています。しかも試験形式が、えー、和訳と英作文という形で課されている点に注目すべきです。えー、ですので、えー、正確な和訳、特に公文を踏まえた、えー、英文解釈の力、えー、一方で英作文、えー、これも正確にできるのか、えー、この力を 高校生のうちには徹底して身につけてほしいと思います。おすすめとしては、和訳に関しては、英文解釈の技術シリーズ、桐原書店。これも段階があるシリーズだと思います。一番上級までできたらいいなと思います。英作文力に関しては、Z 回の実践編英作文のトレーニングまでできたら、非常に後々役に立ちます。 えー、もちろん、あの、基礎編から始めていただいても結構です。えー、さらに、英語が得意な方は、英検準1級とか、1級を取得することをお勧めします。えー、ここまでいくと、語彙という点で、えー、翻訳に苦労しなくなりますし、えー、リスニングと二次試験のスピーキングもありますので、えー、これは、先ほどお話しした、外国語面接での 形式にぴったり合っていますので、見、えー、の取得までいったらまあ最高だなと思います。えー、また、社会に関して、えー、世界史が非常に重要なあの基礎科目となります。というのは、えー、今後、国際法とか国際関係を学んでいく上で、世界史がそのすべての基盤になるからです、えー。世界史の基礎知識というのもないと、逆にあの国際法、国際関係を学んでいく上では、 なかなか難しい。えー、歴史が大体あの基盤になっていますので、えー、高校生のうちに、えー、世界史の基礎というのを分けまえておくことをお勧めします。えー、その他、共通テストのすべての科目、国語、数学、社会、えー、理科の科目は、えー、実はあ基礎能力試験の科目になります。えー、基礎能力試験は2日目のお午前中に ある30代の卓越試験です。そのうち10代が文章理解になっています。文章理解では、日本語、現代国語の読解問題、英語の読解問題、リーディングです。また、数的処理は中学受験の算数だと言いました。ですので、数学ができたり、こうしたことはありません。 社会と理科の知識が知識問題の中で出てきます。ですので、共通テストに出てくるような科目は、すべて基礎能力試験の中で役に立つと思って勉強してください。はい、ガイダンス部分は以上になります。それでは、2023年の合格者へのインタビューと。 また Q&A ということをやっていきたいと思います。えー、質問のある方は、えー、Q&A をクリックして、えー、かの質問、えー、したいことを入力してください、えー。その際、匿名で送信にチェックが入っているかを確認して、えー、送信を押してください。えー、じゃあ、えー 今日は、えー、合格者の上田さんが来ていらっしゃってますので、えー、上田さん、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか。はい、えー、私、2023年度、外務省専門職、合、え、格、ー、試験合格いたしました、上田と申します。私は現在、日本大学通信教育部、法学部、政治経済学科に在籍しています。 実はその社会人経験がありまして、あの通信大学ということで、社会人として仕事をしながら大学に通っていて、と昨,年えー、昨年度退職をして、今、大学4年生として、外務省専門職、工学に向けて勉強をしていましたと。外務省での研修言語は中国語となりました。以上です。はい、ありがとうございます。えー、結構、外交官というとあの、みんないきなり英語ペラペラなんじゃないかと。 いうイメージがあるんですけど、英語はペラペラでなきゃダメなんですかはい、えっと、もちろんペラペラに越したことはないと思うんですけれども、ペラペラでなくてもいいんじゃないかなと思います。実際私も胸を張って英語がペラペラであるとは言える状況ではないので、必ずしもペラペラである必要はないと思います。あの一次試験では翻訳の試験なので、翻訳力が大前提となります。また二次試験の面接カードには、その 英検とか、TOEIC、まあ、とか、t o ライ l ル e l t のの記入欄もあるので、まあ、そういった勉強等をしっかりして、えーまあ、英語力を早、はい段階で高めていくことが重要かなと思います上田さん、最初英語力、どのくらいだったんですかはい、えっと、ちょっと恥ずかしいんですけれども、<laughs> 本当に全然英語苦手科目の一つで、うですね、あの多分高校卒業した時点とかだったら、本当に全然できない。あの もう言えないぐらいできないんじゃないか,かなと思います、えー。それをどうやって勉強されてたんですかえっと、まあ、前職で、まあ、国家公務員、特別職国家公務員としてまあ勤務していて、英語を使う機会もまあ少しはあったので、まあ、仕事をしながら勉強して、えー、いました。で、えっと、本格的に勉強、英語の勉強に力を入れ始めたのが、えっと、外務省専門職試験を受ける2年ほど前で、最初はあの英検、11級ものも落ちてしまうような英語力だったんですけど、せえっと、試験を受ける 試験を受ける前には英検自位というとトイックは895点、アイエルツでいうと6.5、オーバーロールで6.5まで、えー、持っていきました。どうやって最初英検の勉強はされてたんですかはい、えっと、英検の勉強はもう単語帳、えーっと、あと英検の、まあ、国語問だったりを。まあ 市販で売られている教材を買ってきて、まあ、ひたすら解いていくといった勉強法をしました。あとは基礎がまあまりできてないなというふうにも思ったので、の文法書なんかも使って、あのまあ、基礎を徹底的に叩き込んで、で単語力をしっかりと身につけてと勉強する本当に基本的な勉強法を通してマニュア力を上げていきました。英検の準一級っていうのはあの二次試験のスピーキングがある,あると思うんですけど、これどうやって対策されたんですか？ はい。えっと、二次試験の、外務省専門職試験の二次試験は、本当に英検のスピーキングの試験と似てるなというふうに思ったので、その英検の二次試験というのをイメージしながら、あとはその外務省が出している外交聖書とか、新聞の国際情勢が載っているような記事の社説、英語で載っている社説なんかも確認しながら、 とまあ、外交単語、いわゆる外交単語と言われるものを頭の中に入れていったり、まあ、アウトプットできるようにしながら、とコツコツと勉強していました。うん、すごいですねあの。不得意なとこから、アイルツ6.5まで持っていかれたっていうのは、相当な努力をされたと思うんですけど、うん、1、2年でそこまで伸ばせるものなんですかはい、伸ばせると思います。あのやっっぱりり、まあ、語学はししかりと継続していけば 誰しも、まあ、上がっていくものなのかなというふうにも思うので、えー、毎日継続してあの、私自身は仕事しながらの勉強だったので、本当に大変だったんですけど、まあ、大学の勉強もしながら、でも全然毎日続ければ必ず上がっていくものだと思うので、まあ、しっかりとそういったコツコツやっていけば大丈夫なんじゃないかなと思います。うん、二外外線のののの次試験の外国語面接はどのくらいのレベルでしたか はい、えっと、私自身は、まあ、二次試験を受ける段階では、IL2 の, IL の、えっと、スピーキングで言うと6.5前後だったと思います。まあ、実際に6.5だ、まあ、7.0とかあればいいかなとは思うんです。高ければ高いほどいいかなとは思うんですけど、私自身は6.5ほどのスピーキング力で、えっと、試験に挑みました。難しかったですか えっと、そうですね、まあ、難しいなとは思ったんですけどただやっぱりこう面接はやっぱ国際情勢だったり、えー、新聞の記事を読んでそれに対して質問に答えるといった試験だったので対策もしっかりとしていきましたしタッグの予備校での面接対策等もしっかりと行って、えっと、準備をしてから受けたので。 えー、もう全然答えられないといったものではなくて、ちゃんと自分の意見をきちんと答えることができたというふうに思っています。はい、ありがとうございます、まあ、大学1、2年生の早いうちに、英語に関しては固めておいたほうがいいということですね。はい、えー、続いて、留学はしておいたほうがいいでしょうか。はい、えっと、私個人的にはその留学実態はしたことがないので、あのしなくても。 かりますし、まあ、実際に、えー、今年合格した同期の中にもしてなくても受かっている人はたくさん、まあ、いるので、えー、しなきゃいけないわけではないんですけれどもただ合格者の中で留学者留学経験者の割合はやっぱり多くて、まあ、それだけでやっぱりあの英語力が上がったり他の言語の、まあ、語学力が上が,って上がるといった点ではやっぱメリットではあるので、えーっとまあ、そのできるのであればやっぱり1年生とか2年生の時の早い段階であの留学はしていった方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、ただ、えーっと その絶対しなきゃいけないものではないかなと思います。うん、上田さんは、あの海外はどのくらい行かれたんですかはい、えっと、私はあの旅行で1週間、まあ、アメリカとかイギリスとか、フランスとか、まあ、そういった国に3、4回ほど行ったぐらいで、全然たくさん行ったとか、その長くいたっていう経験はないです。い、うん、ったなんか経験、ネタにはなりますか もちろん、あの、面接でもお、その留学でのエピソードだったり、まあ、留学で大変だったこと、あとは留学で成長したこととかっていうのは、本当に強いエピソードになると思うので、また自身はなかったので、特にそういったエピソードは話してないんですけれども、まあ、他の受講生を見て、やっぱりこう、留学での経験とかは、やっぱ、いいアピールポイントになるなとは、えっと、思いました。はい、ありがとうございます。えー、っと、運動部とか、あの、スポーツっていうのは、 評価されますかおはい、もちろんその体力とか、まあ、忍耐力とかあの環境の、まあ、適応力というんですかねとか、まあ、集団での、まあ、コミュニケーション力、まあ、集団の中で、えー、自分がどういった立ち位置なのかっていうのはやっぱりあのしっかりと見られる部分だと思うので、えー、プラスにはなると思います。ただやっぱりこれも留学と一緒で必ず運動やスポーツしなきゃいけないかといったわけではなくてあの、まあ、文化系の部活とかでもあの受かっている方たくさんいらっしゃいますし あの一番大事なことは、あのまあ、その団体でどういった立ち位置なのか、団体での自分の役割とかっていうのが一番大事なのかなというところではあると思うので、えっとまあ、体力にがあるに越したことはないと思うんですけど、これもやっぱり絶対しなきゃいけないものではないかなと思います上田さんはどんなスポーツされてたんですか。はい私はもうあの本当に体育会系のの出身でありましてててて小学生の時からずっっと、ね、野球をやってきていて えっとま、陸上競技も少しやったこともありますし、ま、基本的にはやっぱり野球をずっと112年間ほどやっていましたクラブ活動の中で、どんな役割を上田ささんんははれてたんですか、はい、えっと、私自身はその、ま、リーダーとしての役割が多かったのかなと思ってますし、実際に面接カードでもそういったことを書きました、ま、キャプテンだったりえ、副キャプテンだったりといった経験があるので、えーま、その中で自分がこういうことを意識して取り組んだよといったところも。 あの面接で言えるように準備をしながらあやっていました、うん、でやっぱりあの役割を果たしたっていうことはすごいアピール材料になったと思いますかはいえっ、ー、とすごいアピールになったと思います、まあ、実際にあのリーダーとして、えー、気,をけたこと気をつけていたことは何ですかとかあの まあそのリーダーとしての自分自身がどう考えていたのかといったところはメッセージでも聞かれましたし、えー、そこはやっぱりこうしっかりとエピソードを持って、えー、自分はこういうふうな考えを持ってこういうふうにしたといったところはすごいいいアピールになるんじゃないかなと思うので、必ずしもこうキャプテンじゃなきゃダメとか、キャプテンみたいなことをやってなきゃダメとかではな,、えー、ではないと思いますし、あの団体の中でなんかサポート役に徹していたとか、あのまあ後輩の指導とかをきちんと決め込まかにやっていたとか、まあ、そういったところでもすごいアピールにはなると思うので、何か あの役割自分の団体の中での役割がしっかりと明確にあればいいんじゃないかなと思いいいまますすはい、ありがとうございます、まあ、確かに、えー、たくさんの,あの受験生の面接対策もやってきたんですけれどもおいろんな文化系のクラブとか、えー、活動っていうのもたくさんあってでそういう中で縁の下の力持ちの役割を果たしてたとか、えー、いろんな人のことをよく見てて気づく。 で、アドバイスする係をやってたとかですね、えー、そういう人たちもしっかり評価されてますので、まあ、特に、あのー、なんかスポーツの技術を競うとか、あの能力を競うとか、そういうわけではないということですね。やっぱあの外務省も組織なので、まあ、組織の中で自分の役割っていうのを見出していく力があるかっていうことを、まあ、この点は試されていると思います。えー、で あとはですね、えー、Q&A であの来てる質問で、えー。試験での外国語訳で中国語の場合は、えー、どのような書物を読むのがおすすめですかという質問です、えー。中国語はですね、あの過去の中国語の、えー、合格者が、まあ、大体人民日報をあの訳しているんですね。で、えー、過去問というのを、えー、外務省に請求しますと、えー、過去3年分の えー、中国語の過去問というのは多分、えー、もらえると思います。で、それをもとに、あ、えー、あ、こういう題材がよく出てるんだというのを、えー、分析して、えー、対策を立てられたらいいかなと思います。えーまあ、大体、あの主要な、えー、中国の新聞をすらすら読めて、えー、しっかり日本語に訳せるというのがあの基礎になると思います。であと、日本語から中国語に訳すと。 というのも大事な練習になりますので、えー、それもまあ中国語で添削してもらえるような先生というのが見つけられたらいいなと思います。えー、他に質問ありますでしょうか、えー、なければ、高、え、専、ー、向けガイダンス以上とさせていただきます、えー。本日はありがとうございました。